武田先輩、ネクタイしてきてくれるかな。おはよう。おう、五十嵐、ちょっと聞きたいことがあってよ。いやー、この間お前からもらったプレゼント、いやいや、分かってたことだし、先輩の好みとか分からなかったし。別に大丈夫、捨ててもいいって言ったのは私だし。なんでちょっと泣きそうなの。おい、大丈夫か。すみません、何でしたっけ。だからよ、五十嵐からもらったこのネクタイ、机に飾っていいか。つけてこようとも思ったんだけどよ、なんかもったいなくてな。置いとけば汚すこともねえし。あ、ダメです。何のために買ったと思ってるんですか。じゃあ家に飾るか。